ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙魔理沙、これ知ってる？超流行ってるのよ。何って、普通のタピオカミルクティーにしか見えないが。え、さすがね、タピオカ知ってたの？駅前にできたピンクの店で売っててね。1時間並んでやっと買えたのよ。霊夢お前何時代の話をしてるんだ？昨日よ昨日。あの店、できたの2年前で、すぐ客が来なくなって。しかも去年潰れ。この独特の食感とおしゃれなビジュアル、インスタにあげたら入るんじゃないかしら？ガクブルガクブル。また明日も買っちゃおうっと。嫌だからもう潰れ。というわけで今日は、絶対に潰れそうなのに潰れないお店、10選を紹介していくぜ。チョベリブー。では今日の潰れそうで潰れないお店1つ目、肉屋。肉屋って、そもそも今もあるの？なくはないだろ。店の正面のガラスケースに肉が入っていて、奥の方ででっかい肉が釣られてるような店だぜ。ああ、商店街にありそうなやつね。こういう店はだいたい、ここ何十年かで、大型のスーパーとかに押されてきてしまったんだが、私もマリサも、近くにイオンとかがあればそっちに行くわよね。こういう店ってやっていけるの？実はしぶとく生き残っている店もある。大豆から腎臓肉を作ってるとか？それ逆にコストがかからないか？こういう店がやっているのは、例えば学校に給食用の食材をおろしたり、豚や牛の骨をラーメン店におろしたり、とかだ。野菜ニンニク油からめとか言ったら、その通りにしてくれるかしら。それはラーメン店の仕事だろ。他には仕入れの際に、1頭丸ごと買ってコストを抑えたりしている。売れ残りが怖くない？いや、実は肉は30から40日は保存が効く。え、そんなに？だから大量に仕入れても売れ残りのリスクを抑えられるんだ。惣菜として肉の切れ端を調理して売り、無駄なく肉から売り上げを得ているんだ。ひょっとしてああいう店でコロッケ売ってるのって、多分それが理由だな。私たちは騙されていたのね。何が？では今日の潰れそうで潰れないお店2つ目、カーテン屋。カーテン屋なんて商売が、存在するってことにびっくりなんだけど。まあお目にかかる機会がない人も多いよな。カーテンこそ、ショッピングモール以外の、どこで買えばいいのかわからないわよ。霊夢に存在すら認識してもらえていないカーテン屋は、確かに人でごった返すような店ではない。ただ、これも客が少ないのに生き残って、カツも受けているというパターンも多い。一体どうやって？その秘密は、客数は少なくても客単価が大きいことだぜ。カーテン屋は窓の数だけ儲かるという格言がある。客の家が一軒家で、カーテンを変えようとしている場合、一軒すべてのカーテンを丸々変えることもよくある。そしたらボロ儲けじゃない。その他、セットで絨毯を売ったりすれば、儲けはさらに大きいな。私、カーテン屋になるわ。小学生の頃はよく、教室のカーテンにくるまって遊んでたから、素質はあるはずよ。何の素質だ。ちなみにカーテン屋の稼ぎ方はまだあるぞ。壁や天井、フローリングなどコーディネートを受け負うことができれば、儲けはさらに大きくなる。ひえー、ボロ儲けが過ぎてボロボロよ。この他に規模の大きなカーテン屋であれば、カーテンを自社で縫製し、それを他店に下ろすことでも利益が上げられる。ジェイハージェイハー。霊夢が息切れしてきたから次行くぜ。今日の潰れそうで潰れないお店3つ目。熱帯魚店。私の地元にもあったけど、確かに儲かってるイメージはないわ。そもそも、熱帯魚を買う人なんてそこまでいないだろうし。こういう店は熱帯魚そのものだけでなく、餌や水槽も扱っているわけだが、それにしても店頭での売り上げだけでは、とてもやっていけない。ということはやっぱり裏の取引で儲けてるパターン？悪いことしてるみたいに言うんじゃない。ちゃんとした商売をしてるんだが、店頭販売以外で儲けてるってことだ。まずやっていることはネット販売だ。ネットで販売することで市場が広がるのはわかるけど、鮮度は大丈夫かしら？鮮度って、食用の魚じゃないんだぞ。ちゃんと魚が元気なままで送れるように、梱包を工夫しているから大丈夫なことが多いぜ。そして、魚のリースも大きな収入源の一つだ。つまり飲食店やホテルなどに店が魚を貸して利用料を取る、ということだな。そんなの、借りる側にメリットあるの？うまく使えば安く済むし、メンテナンスを店に任せれば世話をする手間もいらない。もちろん、店の側も儲かるからウィンウィンなんだぜ。確かに、熱帯魚を店に置きたいけど手間がかかるのは嫌っていう、業者は多そうね。また個人向けにも、このようなリースとメンテナンスで商売して、儲けている例もあるぜ。私もマリサを貸し出して、メンテナンス料でも受けようかしら。新しい時代の人身売買するんじゃない。では今日の潰れそうで潰れないお店4つ目。画材屋。これはいくらなんでも知ってるわ。絵の具とか売ってる店よね。前入ってみたけど、おしゃれな額縁とかあって楽しかったわ。
まあ確かに、絵の具を日常的に買う人がそれほどいるとは思えないけど。そう。プロの画家なんてそこまで数はいないし、あと絵を絵の具で日常的に描く人なんて、美大生ぐらいだろうな。しかし、こういった感じの店頭販売は、画材屋の売り上げの 10% に過ぎない。え、その9倍も別口で売り上げを上げてるってこと？そうだ。その方法の一つが大学や予備校への画材の販売だぜ。やっぱり、学校に売るっていうルートを、開拓できると強いわね。一般人が買わない特殊なものも、大量にさばけるもんね。あとは店の倉庫で画家の絵を預かるとか、展覧会で輸送を請け負う、とかでも利益を出しているみたいだな。もはや、画材を売るとかの領域じゃないわね。絵を描くアマチュアの多くが、絵の具を使わずデジタルで描く時代だからな。こうでもしなきゃ生き残れないんだろう。では今日の潰れそうで潰れないお店5つ目。八百屋。確かに、これも大型スーパーに客を取られた業態の典型ね。もはやこういう店で買い物するのは、サザエさんとのび太のままくらいよ。偏見がひどいな。確かにこの八百屋も店頭での売り上げは多くはない。しかし、それ以外でのところでうまくすると、5000万円の売り上げを出している店舗もあるんだぜ。また給食とか言うんでしょ。まあ似てるな。主に老人ホームや病院への食材販売、それからラーメン屋や焼肉店への卸販売、あとは動物園や水族館に、餌としての野菜を販売することだ。確かに、人間以外も顧客にすれば、市場は無限に広がるわね。ひょっとして、雑菌を相手にすれば数兆単位の顧客がつくかも。金が金を持ってればな。潰れそうで潰れない店6つ目、文房具屋。言うてそこまで潰れそうでもなくない？駅に入ってる文房具屋とか、結構お客いるわよ。流行りの商品もすぐ入荷してるし、おしゃれな感じだし。ここで言ってるのはそういうのじゃないぜ。街角にある個人経営のやつで、品揃えも特にトレンドを追求したりはしてないところだ。ああ、それは厳しいかもしれないわね。おしゃれなお店以外でも、文房具はネットで買う人も多いだろうし。しかし、寂れていても儲けている店は儲けている。その理由の一つがカタログ販売だ。なんぞや、大手の文具通販会社が、カタログから商品を選ばせて、販売しているような手法があるだろう？主に学校や会社を相手にしてるやつだ。出た、学校を相手にして儲けるパターンね。でもそれって、大手の話でしょ？ここで言ってる個人経営の店は、それにどう関わるの？個人の文房具屋が、そのカタログ販売の代理店となって、マージンを取ったりしているんだ。さらに通販会社にとってこのシステムは、貸し倒れリスクを防ぐメリットもある。なんぞや、カタログ販売というのは、商品を入荷してから、顧客に商品を渡し、その代金を回収するまでに長い時間がかかる。つまり通常の店頭販売なんかより、貸し倒れリスクが高いわけだ。確かにそうね。私にお金を貸すときと一緒ね。自分で言うやつほど清々しいものはないな。そこで、こういった個人経営の文房具屋の出番だ。こういう店は長年、地元密着で商売しているから、代理店が容易に顧客の信用情報にアクセスできる。要するに、近所のおじさんおばさんのうち、誰がお金をきちんと払ってくれそうか、長年の付き合いで知ってるってことでしょ。まあ、そういうことだな。そのため、大手の文具通販業者も、ここを通すことで、貸し倒れリスクを軽減することができるんだぜ。その他、オフィス機器の販売や修理の請負い、それからオフィスのインテリアのプロデュースなどでも、利益を出している。さっきのカーテン屋とかと同じ手法ね。いっそカーテンも肉も熱帯魚も扱って、サバのカーテンの包み焼き鉛筆を添えて、とか出したらどうかしら。カオスすぎるぜ。では今日の潰れそうで潰れない店7つ目。美容室。美容室ってそれほど潰れそうなイメージないけど。さっきと同じだがここで言ってるのは、有名美容師プロデュースとかのおしゃれなやつじゃなくて、昔ながらの錆びれたやつだぜ。ああ、トラエの服着たおばちゃんが、髪を紫に染めてるような店ね。どういう偏見だ。こういった錆びれた感じの個人経営の美容室も、客数が少ないながらしっかりと生き残っている。その鍵は昔ながらの常連客だ。創業以来の常連客を継ぎ足し継ぎ足し使ってるのね。秘伝のタレみたいに言うな。数は少なくても、こういった客はまず浮気しない。必ず通い続けてくれるから商売を続けることができる。でも、1000円カットとかの安い店ができたら、そっちへ行っちゃうのでは？いや、ああいう店はライバルにはならないんだ。安さのみを求める客は、さらに安い店ができればそっちに移るから。1000円カットの店にリピーターはつきづらい。また、昔ながらの店に来る客は、安さより親しみやすさや居心地の良さを求めてくる。だから安いだけの店とは住み分けができるんだぜ。それから、
店の側でも常連客が多ければ、髪を切りに来たり染めに来たりするタイミングを把握できる。だからカラー剤などもそのペースに合わせて、無駄なく発注することができるんだ。さて、では次行くぜ。今日の潰れそうで潰れないお店8つ目。楽器店。これまた、ショッピングモールに入っているような、大手のチェーンではないんでしょうね。もちろんこれもまた、街角にある個人経営の寂れたやつのことだぜ。まあ、音楽のプロは少なくても、趣味でやってる人は多いだろうから、そういう需要でやっていけそうね。甘いぜ。アマチュアが楽器店で日常的に買うものなんて、せいぜい1本100円未満のギターの弦だけだ。じゃあどうやって、小学校や音大に入り込むんだぜ。おまわりさん。不法侵入って意味じゃない。例えばリコーダーを毎年、受注することができれば、それだけで1年何十本も安定して売ることができる。確かに、全員に買わせてるもんね。他にも音大にも商品を卸したり、これら学校のピアノの修理、調律を受け負ったりすることで、利益を出しているんだ。さらに、まだあるの？楽器のレンタル、練習用の防音室の貸し出しなどができれば、そこでも稼ぐことができる。さすが千秋先輩ね。なんかあったなそういうの。では今日の潰れそうで潰れない店9つ目。帽子屋。ショッピングモール以外だと、不思議の国のアリスでしかお目にかかったことないわ。昔ながらの商店街にはあることも多いぜ。ただ帽子って、そんなに毎年いくつも買うものじゃないわよね。確かにどうやって生き残ってるのか不思議だわ。まあ、これも学校など、大口の顧客を掴んでる場合もあるんだが、一部の帽子愛好家から、大きな売り上げを得ていることがあるぜ。何にでも愛好家が存在するのね。こういう帽子専門店のメリットは、品揃えがいいということだ。それに惹かれて帽子愛好家が、遠くの地方からでもやってきて大人買いしてくれる。帽子の大人買いとか、帰りの電車で入り口に頭がぶつかりそうね。全部被る必要ないだろ。それからネット通販や大型スーパーではできない。帽子の被り方の指導やサイズ調整なんかもしてくれるぜ。ネットじゃ不可能な領域で顧客をつかめると強いわよね。では今日のラスト行くぜ。潰れそうで潰れない店10個目。町中華。なんかよく聞くけど、町中華って具体的にどういうもの？明確な定義はないが、何十年も家族経営でやってるような、地域に根ざした中華料理屋のことだぜ。何十年生き残ってたとしても、近年の自粛騒ぎで打撃を受けた店は多いんじゃない？確かにダメージはあっただろうが、結果的には他の業態よりダメージを少なくできたぜ。どうして？あの自粛騒ぎでみんな外食や飲み会を控えたわけだが、この町中華はどちらかというと、日常生活での昼食や夕食を賄うためにあった。場所も多くが、ターミナル駅から離れた住宅街とかだしな。だから自粛期間でも客足が途絶えず、ダメージが少なかったわけだ。もちろん長年、その場所で営業してるから、常連客がついてるし、チェーン店にはないアットホームな雰囲気を求めて、やってくる人も多い。なるほどね。他にはランニングコストが抑えられているのもポイントだぜ。確かに、中華はカロリーが高いから、激しいランニングをしても大丈夫そうね。こういった町中華は自己所有の物件が多く、今のはランニングとランニングをかけ、店舗のローンが完済済みなことも多いから、時代を抑えられているんだ。というわけで、潰れそうで潰れない店10選をお届けしたぜ。まとめると、学校など店舗販売以外の、大口の顧客を掴んだり、本来の商品以外にも、倉庫化したり調律したり、副産物的なサービスや技術でも受けたりすることが、潰れない理由ってことね。あとは常連客を大切にすることも大事だな。ねえマリサ、私思いついたんだけど、DVD のレンタル屋ってあるじゃない。あれを DVD じゃなくて、ネットで映画を配信するスタイルにしたらどうかしら？そしたら店舗もいらないし、テレビ局と提携して、ドラマの見逃し配信とかしたら。だから何時代から来たんだお前は。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。